3月22日火曜日、立命館大学琵琶湖草津キャンパスにて2015年度学位授与式が行われました。雲一つない青空の下、およそ3000名の卒業生がキャンパスに集い、4年間過ごした大学に別れを告げました。式典は BKC ジムで行われました。卒業生は保護者や教職員に迎えられ、卒業式に臨みました。式典では学長から各学部代表の学生や大学院生へ学位が授与されました。また学長の挨拶や学生代表の挨拶も行われました。学長表彰では優秀な成績を収めた2名の学生が表彰されました。大学4年間で輝かしい成績を収めた学生に話を聞いてみました。スポーツ健康科学部なんですけど、その栄養のこととか筋肉のこととかも細かく学べて、遠征中も疲れたからこれを食べようとか、トレーニングの時はこうしようっていうことが活かせて、それがすごい良かったなって思います。はい、本当に立命館大学に入って、学業的なものもそうですけど、やっぱり本当に周りの仲間たちが同じ志を持ってこの4年間取り組めてきたので、本当にその、勉強面もそうですけど、本当に立命館文武両道を目標としてやっているので、そういうところでやっぱり本当に出会えた環境や本当に人っていうのは今後一生の財産になると思うので、その4年間で本当に心身ともに成長できると思うので、絶対に立命館大学に入ってよかったって思えると思うので、本当に自信と誇りを持って学生生活過ごしてほしいです。卒業生たちは強い思いと信念を胸に、自分たちの道を切り開いていきます。